ピート・ヨークはイギリスのドラマー、作曲家、ボーカリスト。1960年に活躍したスペンサー・デイビスグループのメンバーとして著名。確かなテクニックでロックから正統派のジャズまで幅広く演奏するオールラウンドプレイヤーで現在に至るまで数多くのセッション活動を行っている。ヨークシャーのレドカー出身、ノッティンガム高校のスクールバンドで トランペットとスネアドラムを学ぶ。1963年、スペンサー・デイビス、スティーブ・ウィンウッド、マフ・ウィンウッドと共にリズムブルース・カルテットを結成。後に、スペンサー・デイビスグループと名を変え、愛しておくれ、アイム・ア・マンなどのヒットを放つ。1966年、エリック・クラプトンをフィーチャーしたスーパーグループ、エリック・クラプトンズ・パワーハウスにスティーブ・ウィンウッドと共に参加。 パワーハウスの他アル・クーパー、ポール・バター・フィールド・ブルース・バンド、ラビン・スプーンフルなどの演奏を集めたコンピレーションアルバム、ホワッツ・シェイキンに3曲を収録した。1969年、エディ・ハーディンと共に共に、スペンサー・デイビスグループを脱退し、ハーディンヨークを結成。1980年代には、大物アーティストが入れ替わり参加する形式のオールスターユニット、 オリンピックロックブルースサーカスを主催、ヨーロッパ、特にドイツをツアーした。1987年からは、毎回豪華なゲストドラマーを迎えて、ドラムバトルを繰り広げる TV シリーズ、スーパードラミングをスタート。番組のホストとして、また、プレイヤーとして活躍する。1989年、オリンピックロックブルースサーカスで一緒に仕事をした。 ブライアン・オーガーが音楽監督を務めるドイツの TV 特番、ヴィラ・ファンタスティカの中で企画されたスーパージャムに参加、オーガー、ディック・モリッシー、ロイ・ウィリアムズ、ハーベイ・ウェストン、ズート・マネー、マリア・マルダーラと共演し、その時の演奏はスタジオライブアルバムとしてリリースされた。年以降はドイツのマルチプレイヤー、ヘルゲ・シュナイダーとチームを組み、シュナイダーのレコーディング、 ツアーをサポートしている。また、シュナイダーの制作した映画ジャズクラブにも出演した。ハーマン・ラレベル、チャーリー・アントリーニらと共にドラムレジェンズなるプロジェクトにも参加しており、ライブ CD、DVD をリリースしてる。ありがとうございます。